皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、久しぶりに新曲を作ります。えー、バラードです、えー。シンセがたくさん並んでますが、上の方にちゃんとナチュラル楽器があります。今回はナチュラル楽器だけで作ろうと思ってます。しかも、音数少なめですね。 はい、ボーカルはまあ真ん中でストリングスは真ん中ででグランドピアノをちょっとそうですね32ぐらいまで持っていきましょうかそうですねあ三32になっちゃった32はいで アコースティックギターじゃないクラシカルアコースティックギターを使いたいと思います。これを32左側に32としたいと思います。あとはベースなんですができればできればベースだけをあのクラシックのベースだけを使いたいんですね。ただ クラシックのベース1本だとちょっと音量が足りないんですよ。なので2本使えます、はい。2本も多分最高で出さなきゃ。おっと、あれ何これあ,あ作っちゃったんだ。はい。2本も多分最高音で出さないといけないと思うんで、こうセッティングしておきます。あとはですね、えっ、ー、と、多分、多分、 そうだなあ、まあ、もしかしたらもしかしたら、えー、パーカッション入れるかもしれませんが今のところは考えてません。でドラムはですねストリングスも入るのでヘビーセットをど真ん中で使いたいと思います。はいそうですねボリュームは後で調整していきます。でバラード曲テンポは 90でいこうと思います。ちょっとバラードにしては早めなのかなと思ってますが、ちょっとそうですね、その早めでいってみたいと思います。で、4分の4秒し C メジャー、つまり波長長ですね。あとは、ちょっとこの辺を調整して、よはいはい,やいやこんな感じですね。はい、こっちも、 ちょっと調整して16分音符が見えるぐらいまでああそうですね16分音符が見えるまであれああこの2.3がいらないですねここまでにしましょうはいこれで一応完成ですね音の準備としてはこれで完成に になりますはい、それでは今回は以上としたいと思います。準備ができましたということで、はい、それではまた次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。